quầy bên cạnh và còn có một quầy là trò chơi mua. Thank you. ちょっとコメントもらっていいですか？
太陽が足つってたんでちょっとカバー大変でした。違う、ね、ゴールシーンは振り返ってみていかがですか。めちゃめちゃナイスミドルシュートだと思うんですけど、あの形は大学でずっと練習してたの。こういう形でサポーターの皆さんに見せれてよかったです。まずは素晴らしいスタジアム、素晴らしいホワイトと試合することができてとても感謝しているんですけど、まあ、試合内容としては、まあ、相手がトップチームということで、まあ、僕たちは少し若手中心ではあったんですけど、皆さん1年間お疲れ様でした。最後若手中心でこういうところに来てみんないい経験できたと思うので、あの思うのを生かしていけると思います。来年またこのチームどんどん進化していくと思うので、この進化にみんながついていってもっと戦力になれるようにみんなで頑張っていきましょう。お疲れ様でした。畑選手お疲れ様です。お疲れ様でした。先発して今試合振り返っていかがでしょうか。前半は自分の特徴を生かして間でボール受けてさばいたりチャンス作ったりシュートまで持っていけたんですけど、後半はなかなかボールに関わることができなかったので、守備の部分で強度がまだ全然足りなかったので、これからの課題として頑張りたいと思います。中盤でトップチームの選手と共にプレーしました。実際にやってみていかがでしたか。松井さんと瀬古さんと立花さんと遠野さんとやらせてもらったんですけど、プレーの共有がすごくしやすくてとてもプレーしやすかったです。今日は日本でも YouTube 配信があってサポーターが八田選手の顔と名前を覚えてくれたのかなと思います。サポーターの皆さんにメッセージお願いします。応援ありがとうございました。もっともっと有名になってサポーターの皆さんと一緒に戦える日を自分もつかめるように頑張ります。ありがとうございます。まあ、今日はセンターバックとして、まあ、結構年齢的にもリーダーシップになってプレーしようかなと思ったんですけど、意識したことはありますか。まあ、常に声かけて周りを動かすことは心がけてやりましたけど、今日やったことによってやっぱ普段もこのくらいやんなきゃいけないなっていうのは感じました。今回、まあ、タイ、ベトナムと約2週間アジアツアーありましたけれども、まあ、このアジアツアー佐々木選手にとってどのようなものになりましたか。なかなか他の国で試合することっていうのはないと思うんで、すごいいい機会になりましたし、まあ、成長する機会にもなったと思うんで、これをまた来年しっかり活かせるように頑張っていきたいです。今日はアカデミーで共にプレーしていた選手も長い時間出場しましたけど、久々にやってみていかがでしたか。そうですね、やっぱもうひなも、まあ、特にひなたとシーンがやっぱり、まあ、昔から、まあ、10年とか、まあ、長い年月かけて一緒にやってたんで、まあ、目が合えば全部通じるところも多かったですし、まあ、ひなだったら出してくれるし、ひなだったら追い出してくれるんで、まあ、そういう面ではまあ自分がドリブルだけにならずに、まあ、いろんな選択肢を持ってたので、まあ、やってて楽しかったです。お疲れでした。はい、お疲れでした。